球場、NPB に怒られず。日本野球機構と12球団は3日、東京都内でセ・パ理事会と実行委員会を開催した。5月29日の日本生命セパ交流戦阪神対日本ハム1回戦で日本ハム新庄剛志監督がメンバー表交換の際に自身の入団時の背番号63の阪神のユニフォームを着用した件については議題に上がらず、NPB 井原事務局長は通常ユニフォームはユニフォームなのでと語るにとどめた。野球協約第17章167条では、試合に着用するユニフォームには、統制された背番号を用い、表彰及び腕章は、コミッショナーにより承認されたもの以外の標識を用いてはならないと定められており、メンバー表交換時にも同条が適用されるとの見解から、日本ハム球団に注意を喚起していた。プロ野球は工業なんだからこういうのもええやん。新庄が今、現役なら30秒ルールなんか無視するんだろうな。何らかの処分はやれや。そんなことより、グランドにペッペツバ吐くのを議題にしてくれ。画面に映ると気分悪い。ケチ臭いこと言わんでくれ。一応注意。終わり。NPB は、厳格に処分しろや。暴走監督少し厳罰させたら。そこをギャーギャー言うたら、さすがに行きじゃないでしょ。見に行ってたよ、チームのファンは楽しかったやろな。元阪神やもんね。そんなことよりボールをなんとかしてくれ。ホームラン減りすぎてつまらん。ファンがあっての野球だしよ。つまらないことをやるよりはマシ。多分委員会の人たちは、まあ、新庄監督だからなーで終わってそう。新庄監督にしかできないパフォーマンスやと思う。こんなことするの新庄しかいないから、あまり目くじらを立てなくても。阪神ファンだが、許してやってほしいな。何事もなく。NPB の立場上、一応注意はしなきゃいけないから、しただけで、特段問題にはしてないってことですな。超マンシップ、ファンあってのプロ野球、どこからもクレームが出たとの報道は見たことない。いいんじゃないでしょうか。